どうもこのまるですキータロです今日は追っかけざすとシャープ5の1について話していきますキータロさんはいまたステージ <laughs> 見れんかったね <laughs> <laughs> い <laughs> いやななんかあれああれあれみたた感じだったよね <laughs> そういやなんかまさか見れんくてでさ俺の方がちょっと早く見たじゃん5の 1,、うん、1で粉丸に LINE してさ「5の1見たよ」って言ってさ、うん、で粉丸が <laughs>「ステージやった?」って聞いてきて「やってない」って送ったよね <laughs>。 <laughs> なんか、一文字ずつのやつね。うざいやつ。<laughs> スタンプの。やってなかったーってなったもんね。<laughs> いやー、まさかのね。うん。うん。まあ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 。でもなんかあれだね。ジラス系。ジラシ形式ってか、でもね、エムネでもそうそうやらんよと思って。あ <laughs> のね、<laughs> あの、本家韓国のね、あの、オーディション、オーディションやりまくってるエムネットでもそこまで引っ張らんよっていうね、ステージは。<laughs> うそうだね。だいたい2週で全部やってくれるもんね。そう。いやまあまあまあ。なんか ある意味ですごい貯められてるからまあだからこそ楽しみだよねめちゃくちゃ楽しみだよだってまだ見れてないもん <laughs> 期待値上がりまくりだからねそうだねもう練習風景これでも買って見てるからねわ<ー> <laughs> かるわあとはさその前回の最後にも登場されたけどウィンズのケイタさんとダイスの大樹さんがいらっしゃっててもういろんなチームってか全チーム回るってやつだったねうんまあなんか前回も言ったけどさ本人たちからしてみれば結構私だったら嫌なんだけどでもなんか全体通してみんな結構嬉しそうだったよねうんいやすごかったねみんな喜んでたよね結構ねまあでもそっかそうだよねだってさアーティストになりたくてやっぱもう 目標としているような方々だから、うん、見れて嬉しいみたいな方が強いか、うん、まあ、そうだね確かに 私もなんか目指してて、確かに予測とか来たら泣くもん。<laughs> 急に、急に推し。<laughs> それ一番の推しじゃん。<laughs> でさ、今回は ABCD っていう順番じゃなくてさ、結構ランダムっていうかさ、一つずつやってったけど、うんうん、まずは B チーム。あの、スカイハイさんの曲やるところで、なんか、スカイハイさんがさ、その二人にさ、そのゲストの二人に、妖怪大戦争って紹介してたよね。<laughs> 妖怪大戦争が分からんのだけど、なんかあれなの有名なやつなのちょっと俺もよく分からんけど、多分なんかすごい <laughs>、全然分からんだけど <laughs>。多分、イメージしたのは多分実力派が揃ってて、なんか逸材がいっぱい、なんか逸材揃いみたいな感じなんかな。うん,うん、なるほどね。うん。まあでも確かにそうだもんね。うん。一発民ここを見せるっていうのもすごいよね。うん。うん。てかさ、あの、ごめん関係ないんだけどさ、B チーム。あの、うん、スカイハイ社長がさ、まあ、この、呼んだじゃん、二人を。うん、ゲスト。なんかさ、社長今までやっぱりさ、その、このオーディションの ホストだからさ、いわゆる、うん、そうそうプロデューサーでもあるしなんか割とさ上の立場みたいななんかそういうイメージっていうかそういう雰囲気だったじゃんみんなからしたら、うん、でもこの2人来たら、ま、特にあのウィンズのイタさんかな橘さんが多分年上だよね多分ねうんあと芸歴もね上だしねそうそうそうだからなんか若干その弟感というかなんかいつもと違うその友達といるような感じでもあるような雰囲気の社長でちょっと新しい感じがしたいよねああそっかもう確かに「こ h e s の中ではそうだね新しい感じでそうだね タっって言って言たしねそうそうそう。だし、なんか、うん、ちょっとなんか、ふざけてみたりみたいなところうん,う,んうん。なんか、そういうのすごい新鮮で、なんかね、いいよね。ああ、確かに、ちょっと可愛らしい一面とかもあったよね。そうそうそう。社長の萌えポイント、萌え場みたいなね。そういう感じ <laughs> 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 なるほど。うん,うん。B チームはさ、私でも見て思ったけど、やっぱりさ、ダンスがさ、 やっぱソータさんダンスやばいなと思ったもう遠目でパッとそんなにさ長くは映ってないじゃんうん,うん、うん、でも明らかにすごい目を引く誰だと思ったらー太さんだったんよ私的にもうんわかるわかるなんかさ低いんよ腰が <laughs> もうさ<ー>、うん、やっぱ低い人上手いみたいななんかそういうイメージがあるっていうのもあると思うけどまあそうね重心がねやっぱね大事だからねうんなんかすごいなと思ってさでもみんな上手いからさそれはなんか期待のグループだから先にねいいもの見せようって感じで B にしたんかなみたいなとこだよねうん、うん確 確かにそれはあるかもしれんあとさなんかそのもう我々さもうステージじらされまくってるじゃん,うん、うん、けどさその結構練習風景ってさそのシャープ4の2はさそのあんまり踊ってるとことかそこまで曲付きでは見せてもらえなかったけどなんかちょっとさ、うん、曲割りのやつ見れたからよかったよねあ分かる分かる最初の始まりこうなんだみたいなとかとかもね <laughs> そう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 結構ねちょっと片りは見えたよねうんそうだねうきさんは良さそうなんよねあと分かるねやっぱなんか強い感じその自分を出すみたいな感じはねさすがね 確かに確かにさステージですごい爆発する人だよねきっとねうんでもこれをさ初めて見て立花さんとかも感心しててさ、うん、すごいよねなんか入り込む力大切でそういうみんなそれ持っててただ踊らされてる感じじゃなくて曲にしっかり入って世界観作られててすごいって言われててさ、うん、もうそんな,なんか一流の方に言われてたらめっちゃ嬉しくないいやそうだよねしかももうめちゃくちゃだってめちゃくちゃキャリアあるからね立花 <laughs>、うん、さんやばいやつだもんねキャリアねもう20年以上やってるからさ <laughs> <laughs> 鬼 <laughs> ねすごいねそのさ人たちにもさもうすごいもう驚愕の完成度って言わせるぐらい。<ー> いいやーすごいねね B チーム、ねうん、でもなんかさこれ全部通しているけどこの2人お二方さあの全員結構そんなに審査するぜ俺たちみたいな感じでもなく結構あったかい目で見てくださるじゃんそうだねそうそうそう純粋な目で見てくださるからなんかそういう意味でもよかったよねめちゃくちゃいいねなんか、うん、やっぱさうちら厳しい先生を <laughs> たくさんねプルシリーズでいっぱい見てきてるから、うん、そうなんか怒鳴られたり <laughs>、ね「何だ <laughs> とか言われたりねそう,そうそう確かになんかさ結構最後には見 みんな優しいし愛あるのは分かってるんだけど結構最初はねきついもんね <laughs> そうそうそう <laughs> なんかもう眉毛シュンってされたりしたなんかね、えー、そう指摘されるみたいなところが結構多い中そういう感じではなかったからまあ、本人たちもね多分安心して本番に挑べるんじゃないだってこれ本番のなんか2時間前みたいなそういう雰囲気じゃなかったそうだねもう佳境だよね時間的にはねうんでこのタイミングで心をさ折られたら多分ステージではもう折れたままだと思うんよ普通いやそう立ち直れんだ、ね、絶対ねうんうん あるかもしれんか,なんかさ、まだ時間があればなんかできるけど、うん、でもさすがにプルーの先生もささすがに本番前ではそこまでしないもんねいつも <laughs>、まあ、まあそっかそっかうんうんまだからにしてもでも愛にあふれた方たちだよねほ、ねうんとね、うん、そうだねで次が A チームね んのチでもここはさ、その、竜兵くんが引っ張ってるチームって感じだったけどさ、立花さんとさ、工藤さんはさ、ルイくんいいね、みたいな。そうだね。うん。なんか、ルイくんの歌をすごい褒めてたよね。うん。でも確かに、その、まあ、分量というか、抜かれてるっていう意味では、ルイくんのところ、最初、パートあったじゃん。うん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 。なんか、あの時の感じ、なんか目線とかさ、なんか、ステージっていう感じはしたよね。うん、わかるわかる。あの、ちらっと映った感じの歌声とかもすごい良かったもんね。うん。で、また B1、 チームと違う感じのステージでそれはそれですごい褒められててなんか良かったねと社長も良かったねとで終わった後なんかそのルイ君のことについて話してさなんかあの子13歳なんだよみたいなこと社長言ってさやっぱ立花さんもは、うん、13歳みたいな驚いてたじゃん、うん、やっぱそれぐらいさなんかすごい高いクオリティで見せたんだねなんかグルーヴもあったしみたいなこと言われてるもんねね立花さん頑張ろう俺もって言ってるよ謙虚 <laughs> すごいね13歳の子からもう何かを学ぼうとしている いやさすがだよねこれが一流って感じだよねうんいやそうだねいやなんか素晴らしいよねうんえだからなんかなんかさっきさ雑談で言ったけど立花さんもねなんか日本のオーディション番組のトレーナーやってみてほしいんよ <laughs> 確かにそれあるねうん、うん、ま,ま,まあまあプルシリーズをやるんかわからんけどさエムネがもうプルシリーズ絶対やらんからうん、うん、でももしなんかそういうのがね大きいオーディション番組やればなんかでやってみてほしいななんか結局今までのさ日プの方ってさ歌は歌ダンスはダンスみたいな人が多かったからさトレーナーがそうだね ね、専門分野って感じだもんねそうでもなんかそのどっちもできるみたいな現役の人っていなかったよね多分ねそうだね考えつく限りいなかったねうんだからそうなんかいてくださったらすごい面白そうだなと思ってさ確かになんかわかるそうだね面白そう、うん、いいひょん感出そうだよねひょんあ分かるめっちゃいいねえー、それ受けたいわ、うん、<laughs> 受けたい受けたい、うん、受けたい <laughs> 年齢年齢だとこう後で見ようね後でって何 <laughs> 募集要項ね 募集要項見て大丈夫かな <laughs> 見てみよう <laughs> <laughs>、うん。じゃあ次が F チーム。 うんうん、もうさ、ここはさ、もう課題曲がウィンズさんの曲だから、うんうん、もうさ、もうご本人登場のとこだよね。うんうん。で、なんか、ふざけてなのか、ちょっと踊ってみ、踊ってみなよみたいな、そういう感じだったじゃん。うん,うん、そうね、ケイタく踊りなよみたいな。<laughs> 当たり前だけどめちゃくちゃうまいよね <laughs> いそう。そうそう。いやー、マジで。サビから合流したけど、すごい、なんか、一番おし事だったけどめっちゃかっこよかったよね。そうそうそう。うん、いや、当たり前ご本人だから。<laughs> <laughs> でもなんかさ、あれだよね。ここで、 なんかすごいさ、喜んでたのが、かんしゅうじくん。たもつさんじゃん、ごまきさんのおいっこさんが。うん、そう、なんか本当にさ、なんかどん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 、なんか全部見てますから、なんか、ちょっとずつオタクみたいでさ、なんか、どんどん言い始めるじゃん、いっぱい。<laughs> そうだね。なんかさ、もうこういうのってさ、だいたい大ファンダース昔から聞いてましたとか言うけどさ、なんかさ、うん、まあ結構言うじゃん、そういうのって。うん、うん、でもなんかたもつくんの前ガチで見てる感半端なかったよね。わ <laughs> <laughs> かるわかる。ちょっとずつ、小出しにしてていっぱい言い出したから、これ魔女のやつやってなるやつね。<laughs> そうそう。なんかさ 曲動画見てますインスタ配信見てますみたいな <laughs> <laughs> なんかそれでいてさその反応もさすごい純粋でさなんか本当に嬉しそうじゃんで、うん、なんかほっこりしたよね、うん、ってかね俺このシーンでたもつくんめっちゃ好きになった <laughs> <laughs> 謙虚だから。そう。しかもなんかあのガチのオタク感みたいなのものすごい良かったし。うんうん。そう。でなんか、なんかでもよくお前、同時ずにいられたな、みたいなことさ、社長に言われてて。うんうん。<laughs> いや、でも入ってきた時やばくて、でも踊り続けないとと思って、みたいな。プロだったじゃん。<laughs> <laughs> いいね、確かに。そう、そこも良くてめっちゃ押せるから、絶対俺投票するなと思った、たもつくん。あー、なるほど。悲しいね。<laughs> 結論がね、分かっちゃってるから悲しくなるね。でも、分かる分かる。気持ちは。<laughs> ねえ、だからね、もうここで一気に好きになったけど、ちょっとね、悲しいっていうか切ないけど、まあでも、最後まで応援はするよ。うん。うんうんなんかさ、あと、思ったんが単純に、その、やっぱ、ほら、下世話というか、こんなこと言ったらあれだけど、もうウィンズの立花さんが好き、僕が繋がるならって考えて、私が田本さんなら、うん、<laughs> 私がもし田本さんならば、どうやって繋がれるかなって考えて、うん、あれおばさん、やってんな芸能みたいな。<laughs> ご、ごまきの姉さんやってんなーってなって、あれ、あややとやってんなーって、あやや近いなーみたいな。一けんかなーみたいな。<laughs> つながり一けんかなーってなるよね。<laughs> 確かに。ごまっとやってんなーみたいな。はは。 ベイビー、ベイビー、ベイビーシャーナーそうだよ、ね、だってさ、もう、おばさんがその芸能やってるどころか同じハロプロだったしね、もうね。そうそう,そうグループ一緒なんよ。<laughs> そうそうそう。まあでも、タモツくんはそんなことしない。そうだね。あれはしてない反応だったもん。なんか久しぶりっすみたいな感じじゃなかったからね。<laughs> そ,うそ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 う。チーズじゃなかったん。<laughs> <laughs> こなれ感ではなかった <laughs> そう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 。で、次は D チームね。 うんうん、D チームはさ、もう第3の曲をやるチームだから、うんうん、ま、ここはさ、社長にさ、大気今度お前が行けよみたいな。うんうん、そう、工藤さんに一緒に踊れみたいな感じ言ってたよね。そうだね。で、一緒に本当に踊り出してさ、なんかフォーメーション合ってる感じが怖いなって思って、ね、<laughs> そう、いい感じにテレコみたいになってるのよね。逆サ言ったよ <laughs> そうそうそう。<laughs> でもなんかさ、あの、大器さんがやっぱりね、あの、練習生の方のね、固まる大器の方ね。<laughs> あの大器くんね。うん、う,んうん。なんかいい感じだったよね、なんか。いや、もう、大器くんやばいよ、もうマジ大好き。<laughs> なんか、説明する感じもやっぱりさ、<laughs> しっかりしとるんよ、本当に。かる。なんか、そう、社長がさ、仕上がってきてるね、とかって言ってて。で、なんか、大器くんが。うん、最初は途切りましたけど、なんかだんだんチームがまとまってきて、<laughs> みたいな。<laughs> コツが、<laughs> コツが分かってきたんじゃないかと、みたいな。<laughs> すご, <laughs> すごいしっかりしとるんよ。そうそうそう。なんかさ、なんか誰が言うみたいな空気にもならず、普通に言っちゃうからさ、タっき君が。<laughs> そ,うそうそうそう。いや、リーダーなんよ。<laughs> そう。もうみんな待機任したみたいなんでとるんよ。<laughs> うん。すごいよね。いや、マジで大好き。なんなんこの子やばいね。<laughs> うん。 なんか、しかもさ、あとはなんか社長がさ、大器と大器がね、みたいなこと言ったじゃん。うん。そしたら、そうっすよとか言って,て <laughs> 急にさ、<laughs> そ,うそういうビジネスマンもいるじゃん。なんか急に、<laughs> 急になんかちょっとラフになり出すビジネスマンもいるじゃん。いる,るいる、いる、わかるわかる。<laughs> あのパターン出してきたからさ。<laughs> <laughs> 大器くん、どうしてもビジネスマンから抜けきれんのよね、粉丸。<laughs> <laughs> スーツ姿の大器くんみたいな、一回想像したから <laughs>、もう、私の中ではちょっとなんか、大人かなって思ってんだよね。 いやでもほんとしっかりしてるこの子。でもなんかちょっと無邪気に笑う感じもすごい可愛いし。うん、わかる。うん、なんかその、みんながね、そのお三方が部屋出られた後に、あーめっちゃ緊張したみたいな。うんうん、うん、マジで俺一瞬意識飛んだもんみたいなところかわいいよね。かわいいかわいい。うん、で、なんかそこはさ、リーダーのカジくんが、なんか実は大スさんの大ファンみたいな言ってたよね。うん,うん。うんうん、<laughs> でも本人いる時はなんか緊張して言えんかったんかね。うん、そうっぽいよね、うん、雰囲気だとね。うんうんうん。で、次は C チームで。

ここもね、ダイスさんの曲のチームだよね。うんうん。でさ、ここなんか、あんまり今までさ、あの、名前に上がらなかったけど、大林くんの、なんか、歌声褒められてたよね。うんうん、そうだね。なんか、いい意味で別物感があって、すごく良かったって言われてたもんね。うんうんうん。そうそうそう,そう。確かに。結構ここはさ、その、ボーカル、小沢くんがさ、結構歌好きっていうか得意だからさ、やっぱなんか、うん、あれなんかな、本家、本家の歌ちょっと知らないから申し訳ないんだけど、なんか、スカイハイさんがさ、その、ハモリ入れてきたりね、とかって言ってたから、多分結構アレンジとかもしてきとるんかね。うんうん、ああそうだね。うん、え、でもなんか、 もう全然さこのさこの一瞬のやつだから全くさ「<laughs> もっと見せて」ってなるよねいやそうなんだねほんとそうねうんでもやっぱりマナトくんはまださちょっと分量少なかったねこの時はね確かにそうだねあんまりそこまで印象に残らなかったからほんと口数とかも少なかったしねうんそうだね分量は勝ちに勝ち取りに行くもんだからさやっぱり <laughs> そうだね <laughs> <laughs> まだここではあれなんだね。自分からはグイグイではなかったって感じだったんかなうん,うん、確かに確かに。うんうん。なんかさ、マナトのさ、<laughs> マナトいつ爆発するんウォッチャーみたいになっとる <laughs> 最近。わ <laughs> かるわかる。そうだね。確かにどこでスイッチ入るんかみたいなとこあるよね。そうそう。でもさ、コメントでいただいたのは、なんか最終的にはデビューで一番見つかりましたみたいなこと言ってる方もいてさ、<laughs> も, <laughs> もう、それはそれ楽しみだけど。う <laughs> んい,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 いや、わかる。そうだね。ちょっとマナトウォッチャーとしてはそうだね。これからも見守り案件だよね。<laughs> まあ でもあれかなんかいるよね総選挙でさえなんでこの子ランなんか選抜にランクインしたみたいな子とかがいてでもいざさなんか曲披露した時にあわかるわかるみたいなんてあるもんねうんうん、うん、ああそうだねそうまあ大きく言えばサッシーもそういう感じだったじゃんまあそっかそっかじわじわっとかさらさらっとなんかさりげなく上がってきてバーってなったもんねそうそうそう、うん、でもそのサッシーファン以外の方はな,なんでみたいな感じがすごい強かった中あでもそれまだとかは強くないか <laughs> でもまあ,あ AKB の時は強くてね <laughs> でもなんか結局もう今となってはもうサッシー みたいな感じだから、それに近い感じがあるんかね。うん、ああ、なるほど。いやー気になるわ、うん。うん。でもサッシーはマジで。そういうからな。<laughs> 急にサッシーの話 <laughs>。 <laughs> そりゃそうなんよ <laughs>。でさあ、まあ、ここはさ、大スさんの曲やるっていうのもあってさ、その、工藤大樹さんのさ、なんかアドバイスとかも結構的確でさ、うんうん、いいアドバイスだってね、なんかサビでかますけど、なんかその前で抜くのと、なんか余計をつけた方がいいよ、みたいな。うんうん、とか、うん、なんか具体的なアドバイスしてて、すごい本人たちはいいだろうなと思ったよね。うん。なんかやっぱり違うね、なんかさ、伊達にやってるわけじゃない感じがすごいよね。うん、いやそうだね、ほんと。うん、わかるわかる。うん。で、最後に行ったのが、E チーム。うん。 で、ここはウィンズさんの曲だね。うん。いやー、もうさ、ここはさ、もう、ちょっと曲披露したじゃん。うんうん。なんかその後のケイタさんの反応がさ、もう、最高上がる。じゃあこの曲上げますって言ってたよね。そうだね。すごいよね。なんかさ、そこまで感動してくれるのが、なんか嬉しかったよね。うん、見ててさ。そう。しかもそれがさ、なんか、うわべだけの言葉じゃなくて、本当に心から言ってる言葉だったじゃん、あれ。どう見ても。うんうんうん。うん。なんかもうそれがね、すごいグッときたんよね。なんかあれだよね。なんかさ、このパッと見たときに、その多分ダンスの、 ところで言ったらやっぱりレイちゃんとかは明らかにまだ未経験なんだろうなっていう雰囲気はあったけどでもなんかその気持ちの面で負けてないっていうのが多分もう見て取れたんだろうねうんそうだねでそれでいてチームワークも良くてみたいなみんな楽しそうみたいななんかキラキラしてたんだろうね、うん、きっとねそうだねなんかやっぱそういうのってもうプロの方が見るとわかるんだねきっとねうん一発でわかるよ20年選手だもんねこの方ねそうだね確かに確かにだからそのさスキルとかうん,んじゃなくてそのみんなのバランス ととかかか一体感感感うん、うん、ライバルだろうけどそれを感じさせなないいチームみたた、うん、言ってたからやっぱさ、それってさ、前回のお話でもそうだったけど、未経験のれいちゃんに対するサポートとかもあったし、う,ん、うん。まず練習の風景はさ、我々も見てきたけど、やっぱそういうのも一発で見た人には伝わってたってことだね。ね、すごいよね。なんかみんなの努力がさ、こうやって実を結んで嬉しいよね。まあ、まださ、本番じゃないんだけどね。<laughs> <laughs> 嬉しいよねとか言って言から、まだ本番じゃない。わかる。でも本番見たかのような、なんか高揚感っていうか感動はあったよね。 そうだね。うん、いやだってさ。自分が歌うより胸を打たれるとか言ってたんだよ。そうだね。うん、<laughs> すごいよね。 いやー、すごいわ。でも確かにすごいな、れいちゃん。なんか、マジで目の感じとか、本当に負けてなくない、うん、ちょっと映るやつだけでも。あ、わかるわかる。そうだね。その、もちろんね、ダンスの面では、もちろんまだちょっとね、荒いとことか、もちろんそれは未経験だからあるけど、いや、なんか、それじゃないんだよ。そこじゃないんだよ、みたいな。うんうんうん。うん。わかる。いやー、確かに。確かに。うん、なんかさ、ほんとステージに集中してる感じはあったじゃん。うん,うん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 。マジで、なんか、私はね、なんかずっとこれもう、いつまで言うんっていうやつなんだけど、プリ48の作法もね、そういうところ あ <laughs> へ<ー>えだから再評価の時になんか間違えたり何かあったんだけどさ、うん、再評価でビデオ撮るじゃん根っこ屋歌って一、うん、人で歌って、うん、でなんか下手なんだけどでもすごい全力でずっと頑張ってて根性あるわーみたいな感じだったんよあーなるほどねそうなんかそういうところだよね姿勢だよねうん何かできるできないとかじゃないんだよねきっとねうん頑張れよやれよっていう風になっててそれを本当にやり遂げるっていうのがやっぱ感動を生み出すんだろうねうんわ、うん、かるわかるそうだねいや サッホー,ー <laughs> これ知っとる人も10人ぐらいしかおらんよきっと聞いとる人で <laughs> いやいやもっとおらんよもっとおらんか <laughs> じゃあなんでやるちなみに今のは AKB48 の岩立サッホさんサッホーのキャッチフレーズなんだよねうううんうん、うん <laughs> 何の説明なん <laughs> いやーねーで、こうやって。で、見てって、最後に、その、控え室で3人でお話しするみたいな感じだったね。うんうん。いや、だけど、ほんとさ、なんか、掃除じて言ってたのは、なんか、どこのチームも、チーム感があったことが驚きみたいな。うんうん。うんうん。なんか、すごいね、なんかさ、俺らの世代とは違うんだね、みたいなこと言ってたよね。<laughs> そうだね。<laughs> え、やっぱ今そうなのかななんかさ、か 2> 2チップも結構、さ、割とまとまり良かったり。まあ、それもちろん対立もあったけど、でもなんか、比較的平和だよね、ここ最近のやつって。ここ最近の ね、そうだね日プワ1も2も割と平和だったよねうんまあそ実際には分からんけど映ってる内容的には、うん、なんかどちらかというとなんか環境がしんどいとかそういう感じででもチーム的にはなんかみんないい子みたいなそういう感じだったしさそうだね人間関係は良かったよねうんだからなんかすごいよねいいよねそうだねなんかやっぱりこうやって協力する方がやっぱ全てうまくいくって感じなんかな,なんか雰囲気いいから結局みんなもさなんかステージも悪くなかったって感じだったじゃんうんそうだね なんかソロアーティストだったらなんか自分が自分がみたいなとこはあってもいいかもしれないけどやっぱりボイズグループってなるとやっぱねそのチーム感というか協調性っていうかのはやっぱ大事だよねそうだね。 で、なんか、もうほんと次はいよいよステージ審査って、なんかもう何の目って感じだけど、うんうん、次こそは見れそうだよね。そうだね。なんか、え、これさ、またさ、結局分かってないんだけど、このお二人来ていただいたサプライズゲストの方は審査員になるのかないや、分かんない。なん <laughs> せ分かんないよね。<laughs> <laughs> 見てないから。そう、見てないから。でも、でもさ、だってこれさ、本番ってかステージ審査の何時間前とかだから、まあその日にいるじゃん。うん、ってことはさ、まあ多分見られるよね、きっとね。うん。うん、まあしかも今の感じならなんか、 明らかにうんうんそうだねうんあとはさその引室みたいなところで話しててなんか30人合格っていうわけにはいかないのみたいなうんうんうんなんかもうスカイハイさんもさほんともうめっちゃ悩んでるとかもうすごいすでに迷ってそうだったよねいろいろね <laughs> なんかさ前回スタッフさんとのやりとりでもさなんかもうちょっと多い数なんか28人ぐらい残るんですけどみたいなことをふざけて言ってなかったなんか言ってた言ってたでスタッフの人がいや15人ですみたいな <laughs> どういう間違い, <laughs> <laughs> いやだからそれほど もももうううう誰も落としたくなないいっていう気持ちなんだろうねもうすでにすごいよね。まあ心苦しいよね。確かに。いや、だってさ、まだこの5の1だけど、今までそのザスト見てきた中でも、本当にさ、スカイハイさんの、社長のその人が好きみたいな、候補者のみんなが大好きみたいな気持ちは本当伝わってくるじゃん。そうだね、うん。だからさ、もうすごい情に熱いっていうか、もう本当さ、思い入れも強いだろうから、うんうん、確かに減らすってことは、もう相当辛いだろうな。うん。そうだね。でも仕方ないもんね。もう、まあ、うん、てか、結果知っとるから、 <laughs> 結果知ってるんだだけどねね <laughs> そうだね確かに <laughs> まあだから本当にさ9つ15人に決めるっていうので辛いんだからそれはもう今後多分どんどん辛くなるやつだよねまあそうだよね一番最後とか本当になん,かな,んならさもし自分なら本当最後のステージ見て決めようとか思いそうもうこうなったらみたいなああそうだねもう心に決めとくんじゃなくてもう最後のインスピレーションみたいな感じでうんもう選べないと思う多分うんいやそうだよねそっかかなんか楽しみで でもありなんか心苦しいところもありみたいなねなんか甘酸っぱい青春を見てる感じうんうん、うんうん、そうだねしかもさ俺そ30から15だけど誰が15半分減るとかも知らないからさ全然まあものだと思うけど<ー>ねうん、うん、だから本当にすごい楽しみうんてか半分減る結構残酷残酷っていうか結構すごいよね結構すごいよねそうだね、うん、101人から60人だからやっぱプルの方が優しいよもしかしたら <laughs> <laughs>、まあ、そうねまだ半分弱だもんね <laughs> そうそうそうで以上でね 今回、追っかけざすとのシャープ5の1について話してたけど、何度も言うけど、何度も言うけど、何度も言うけど、けどやっとね、次こそ <laughs>。次こそステージだから。多分。多分。いや、そうだね。おそらく。サムネ的には明らかにステージっぽかったから。うんうんうん。なんかやっとさ、みんなの、本当のなんか、なんだろう、う一人一人の自己紹介のやつ見てたけど、結構歌だけだったし、そのなんかトータルで見た感じではなかったじゃん。そうだね、うん。うん。まあだからそういうのがね、やっと、あ、こういう感じかって見れるから。まあだからさ。うん 追っかけザストの次の回が楽しみだよねそうだね